この5枚は今戦術は上に置かれたので、まあ、おそらく土地であろうと。さあ、ハウイジンということでね、始まりました。さあまずはカクロンサイクリングランド、お互いサイクリングランドですね。いいですね好きですかサイクリングランド。好きですかあんま置きたくはないですけどねできればサイクリングしたいと。さあ2ターン目、竜六王の山頂でターン終了と。こちらも別弾道の運がお互いこの3ターン目を土地だけ置いてパスするというなかなか最近では見られなかった展開ですが、そうですね。さあ村上選手も土地は引き込めているので、さあ逆にちょっと木原選手はこれ土地がストップしてしまいました。未開地を起動しなかったというのは、そうですね、土地が欲しかったと。そして逆に村上選手は、あ、しかしここで強烈なカードが、このカードはすごい。しかししっかりこれは逆枠で対処していきます。さあこの高輪門地図なんですが、なんと木原選手のデッキメインボードに4枚入っています。すごいですね、このカード。それジャンドコントロールですね。さあ早速2枚目、さあ2枚目もうめちゃくちゃあるぞと。さすがに逆枠もできずと。やっぱ土地を伸ばすというのはこの戦いにおいてかなり重要。そうですね、ちょっと木原選手は土地が止まってしまってるんですが、はい、まあ、この地図さえ残ってしまえばいずれ、うん、マナの遅れは取り返せるんで、はい、この6ターン目とかに急に仕掛けられなければもうゲームは長引くと。そうですね、まあ、このマッチもそうですけど基本的にはゲームが長引くし、うん、木原さんのデッキは、ゲームを長引かせるための手段がたくさん入ってると。はい、さあアップキープ、さあ戦術、まあ、まずは土地を求めて。さあしかしまだ引かないですね。手札には致命的な一押しとブラスカの侮辱がたくさんあるように見えますが、侮辱多分4枚あります、ね、4枚ですね。さあこれも下と。さあまだ土地がないか、土地を、あ、危険ないですね、栄光をもたらすものですね。さあこうディスカールしていきますと。ああいうフィニッシャーをディスカールしていくのはしょうがないという。そうですね。さあここでしかし、さあ変身、そしてトップに置いたので土地でしょう。さあ宝物が、さあこれでもう少し遅れていたのもなんだその、もうさあ見てて駒ドロー、あ土地ですね。さあこうなってくるとゲームはどうやってつくんでしょうかね。今のところけど木原選手が俄然有利ですね。お互い除去ばっかりを抱えているとしたら、うん、宝物の地図が変身した入り江で3枚ドローが確定している、うん、木原選手の方が有利に見えますが、ただもうマリガンは一気になくなったと言っても、もうマリガンの差はほぼないと言っても、ね、さあこれチャンドは通りましたが、まあ、ここでパッと通ったってことは対処法が、あるのでしょう。ブラスカの侮辱なり、そうですね、はい、村上選手は、手札にドロー呪文を見たので、あ、しっかり持ってますね。ヒエログリフとブラスカの侮辱どちらも持ってますね。さあまずはブラスカの侮辱と。このカードのおかげでなかなかプリンズウォーカーが一回通ったとしても定着しないっていうのが、そうですね。さあかなりの長期戦になるんじゃないかと。致命的な一押しをお互いに手札に抱えてますね。ただやはりこうなるとやっぱり入りは強いですよね。あと2ドロー残ってるのでしかも4枚ですからね、地図自体が。そうですね、まだまだまたまた宝が。さあ土地も順調に引き始めてというところですが、中井選手はヒエログリフの輝きと、もうドローが、さあお互いにドローしているうちにフィニッシャーの数よりもお互いに除去の数の方が多いんじゃないでしょうか。そうですね、村上選手が果たしてどのような、最終的にゲームを決めに行くのか。はい、さあディスカードですね。木原選手も本当に除去は鬼のようになってるので村上選手が多少強く出たところでしっかりさばいていけそうなので、はい。さあちなみにですけど4枚のギア吐くとスカラベと、村上選手の敵のフィニッシャーは、まあ、ただ打ち消し呪文があるんですよね。これだけだったらもう除去の枚数で簡単に全部対処できそうなもんなんですが、うん、まあ、そこにやっぱり打ち消し呪文が加わるので、はい、まあ、どれか1枚が4回殴り競馬と。さあゴンティを不許可で打ち消して、こうゴンティというカードもあまり最近見られなかったというか、そうですね、珍しいカードですかね。このカード妻さんお好きと聞いたんですけど、僕が好きです、ね。やっぱり打ち消し呪文本来ないデッキにとっては相手の打ち消し呪文を取れるのがかなり大きいですよね。はい、さあお互いにクリーチャーを倒されてまたまずはフェイタルプッシュを捨てるところがお互いに。さあしかしここで、さあ青巨人本流の機械巨人はこの2ドローを使いますという、はい、この状況飛びますと。
ただ本音の機械巨人をこのブラスカの侮辱で倒されるというのは村上さんとしてはむしろ、まあそうですね、まだマシという想定内というか作迫が一番最悪ですかね、まあ、そんなに大きな差はないと思いますけど、はい、ある程度受けられるのはもう見越して出してると思うんで、うん、まあ、2ドローを優先と。そうですね。さあ1回目の宝物というかこの宝物全て使い切りましたが、確かに僕あんま嫌いなカードないっすね。あ好きか大好きかみたいな。さあ2枚目の反逆の選手チャンドラー。さあただ まこれはまだお互い余力があるように見えますね。結構余裕を持って、はい、ライフもお互いそうですね、ブラスカの無力を打ち合ってるんで。ただこうなってくると栄光をもたらすものを初めに捨てていたのがちょっと痛いですかね。ちょっと今になってやっぱりプッシュのようなカードが多分手札にあるとは思うので、はい、さあチャンドラ2枚目もブラスカン侮辱へ対処されてしまい、すごいですね、すごいですね、木原さんの出来は本当にもう除去コンと言っても過言ではないぐらいすごいですね。除去とプレインズオーカープレインズオーカーと少しのフィニッシャーと手札が今すごそうですもん色濃い手札ですかね。すごいですね除去さあチャンドラですよ。ちょっとこの攻めにはさすがの村上さんも、そうですね、そろそろ余裕がなくなってもおかしくなさそうですが、さあしかしこれもしかしここも通りましたが、あしかも これでプリンズウォーカーがなかなかめくれないのがいいですね。木原さんは本来デッキに入ってるプリンズウォーカーのソースが、ただここはましたブラスカの侮辱ですかね。これはそうですね、まずはチャンダラをしっかり除去して、はい3枚目もただ木原さんのデッキにはチャンドラは4枚です。まだ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 ありますと。さあしかしこれもこれも作白と、はいここはドローに使っていくと、はい、村上さんのデッキなんですけども、打ち消し呪文として採用されているのがこの思考の意思ですね。不許可3枚に加えて思考の意思が4枚なので、うん、かなりデッキを掘れると。この青の強みというところはこのグリクヒス対ジャンドラと出てくるのでしょうか。打ち消しすさまじい数が入っていますね。村上選手はあれなんですよね、アズカンタが入ってないのかな。はい、あなんとアズカンタ、そうですね、アズカンタの数が0枚ですね。ただ村上選手その代わりに強烈なアルゲールのなんとか団結アルゲールの団結ですねがメインから2枚入っている、木原選手は地図が4枚入ってるんですけど、はい、まあ、やっぱりみんなある程度そのミラーマッチといいますか、こういうコントロール対決だったりミッドレンジと当たるってのを見越してこういうカード採用しているように見えますね、はい、アルゲルの団結なかなか見ないカードですよね。そうですね、前の環境でメインで出されたのは白黒トークンぐらいだったと思うので、はい、まあ、やっぱりラムナプレットが弱体化したことを加味して採用されているんだと思います、はい、さあ進化する未開地をお互いに起動し、このカードもやっぱりティムールがいた頃にやっぱ使えていなかったカードです ね。さあ今回、これまであまり見なかった、最近青黒コンとかいなかったんで廃墟の地でしたっけ、3マナで、はいはい、2マナでランドを壊してお互い基本地形をサーチする、はい、あれも強そうですよね、はい、アズカンタとか強力なカードが変身した後にそれを破壊することができるので、まさに今木原選手は宝物の地図を変身させているわけですから、ね、だからあの土地はそこまでそのそうそうで裏返った銃ではない、宝物がいろんな手段に出ればいいんですが、さあ木原選手おしゃれな基本土地が、お本当に客人これは3枚目ですかね都合。さあ木原選手がどれだけあるかただまだまだありましたよね。もう村上選手としては木原選手が追いつく前に、はい、もうどれか残れば、はい、っていうプランに見えますが、あとフィニッシャークラスのカードでいうともう1枚の本流の機械巨人とスカラベですねを残すのみとなっていますので、まあ、これが対処されてしまうとなるとかなり厳しいと。やはり今の思考の意思も引きに行ったんですかね、そうですね。さあ、さあブラスカの侮辱すごいですね。この村上さんはチャンドラを3枚とも対処して、あただここに否認を合わせてきましたね。で先ほどこれが1枚の否認、先ほどおっしゃっていたフィニッシャーをカウンターで守るというのがこの、さあここはスルーしましたね。ただまだブラスカン侮辱は手札にあるようですが、ここはスルーというのはどうですかね。今ははい、うん、スカラベとかを警戒したか、はい、ちょっと他の手札が気になるところですけどね。ブラスカの侮辱はまだありますよね。まだありますね。作迫で対処できることも考えてちょっとだけ食らおうというところあるでしょうか。かもしれないですね。あんまりまあギリギリまで待つのは良くないですけど、まあ1回2回は食らっても、はい、
まあ、ダメージソースがあんまないというところ。そうですね、ダメージソースといえばキュアソンデッキにはこのコッパみじんも入っているので、お、本体火力になり得るという、ね、赤黒の分割カード、ね、赤黒の分割カード。さあ、そしてさあ、アルゲロ団結と、手札の枚数が重要となるこのコントロール対決ではもう鬼のカードと、やっぱ速さがすごいですよね。宝物の地図と違って、はい、こういう状況で一気にカードが引けて、はい、引けてしまうので、はい、物量差でそのまま押し切れそうですよね、うん。まあ、カウンターのそのバックアップもできると。そうですね、新しいヒニンのイラストが好きと。あれ綺麗ですよね。あれ綺麗ですね。ヒニン、お、これは強力なカードですね。死のゴンギリリアナと、ただここには不強か、打ち消される。デキストすいません、まだ掲載されてないんですが、もうじきあと40分ぐらいできっと乗るんじゃないかという感覚、今打ち込んでる最中なので、なのでちょっと今は僕らは確認できるんですか。あ、このブラスカはカウンター。あー、しかもこれはね、僕も嫌な思い出があるので、そうですか。フォーススパイクといえば、はい、マルクの乱れ。そうですね、懐かしのカードの、ここで突き刺せたというのは非常に大きいですかね。そうですね、もう本来サイクリングしようかどうか悩んでるぐらいのターンだったと思うので、はい、さあ、そして村上選手のみアルゲールという無限のアドバンテージ源が、ライフも徐々に押され始めていると。気づけば手札ももうディスカールどころか3枚しかないと。そうですね、一方の村上選手はあと7回、8回は最低でも引けるので、はい、これは一気に傾いてきてしまいましたね。さあ、とはいえこの本流の機械巨人さえ除去してしまえば一応は生き延びることができるというのが、ただアルゲールもちょっと放置しておくにあまりにも、はい、というわけでもう連打と、とにかくプレインズウォーカー入ってますね、キハゼシャデッキは、ね、あ、これで出した宝物もワンドローに変換できるんですね。すごい、ブラスカとの相性がおしゃれですね。さあ、ここで村上選手はドローを始めました。はい、カウンターを探しに行ってるんでしょうか。まずはさあ、この時間が嫌ですね。片鱗、いや、やはり強いですね。強いですね。こういう対決においては青の右に出る者はいないと。はい、不許可がまだ結構眠っているということなので探し行ってるんでしょうか。あ、エネルギーが出ましたね。なんかエネルギールールが変わったらしくて、はい、競技レベルかなんかだと紙に書かなきゃいけないらしいんですよね。はあ、台数で表示してはいけなくなったと。はい、あ、さあ、そしてこれが通りました。これは通りましたね。ライフと同じような感じになったということですかね、エネルギー。そうですね、そのダイスで管理するっていう以前の方法はやっちゃダメになったっていうのは最近聞きましたね。はい、ちょっと分かりづらいところありましたもんね。そうですね、まあ、ちょっと間違ったとき自分でもあれ、あの、数えてる何かを探してる最中にちょっと数が分かんなくなっちゃったりよくあったんで、はいはい、4を探してる間にちょっとぐるぐるしてて本当に4だったっけとかっていうのはよくあったので。はい、はい、さあ、フィニッシャーの3枚目の本領客人に除去されてしまい、あと2枚のフィニッシャーを探しに行く村上選手。さあ、まずはとりあえずブラスカはなんとかしないと、はい、とはいえブラスカの侮辱を結構使ってしまっているんですよね。そうですね、ただあ、対処できないですね。手札は多分破滅の時があるっぽいんで巻き込んでしまおうという、1回そうですね、次5までしか行かないんで様子見したのかな。トークンを出させて待つと。まあ、このターンに打つ必要はないで、シギアルさんが戦力を追加してくるようだったらそこで狙いを、あわよくばチャンドラも追加されたものでは。そうですね、そういう展開を期待して。はい、さあ、ヒエログリフ引きますね、どん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 。さあ、引いたのは検閲と何かですが、不許可に見えましたね。お、いや、本質の産卵ですね。本質の産卵、本質の産卵はキュア選手栄光をもたらすものとゴンティが入っていますので、今はあまり意味がないですが、突き刺さるカードであるのは間違いないですね。さあ、破滅の時が、破滅の時でプレンズウォーカーをたたこの焼き払うというのはストーリー的にも気持ちがいいですね。そうですね、ブラスカではなかったですけどそうですね、ブラスカ唯一いなかった人ですね、この中では。さあ、これは対処されてしまいました。ちょっとこうなると木原選手としては苦しいですね、やはり、はい、焼けつく相用とも必要ないと変換して、あ、今引いたのは宝物地図ですかね。
そうですね、ここで追いすがれるといいんですが、ただ柵迫がありますからね。待ち構えていましたね。これは本当に今までのスタンダードでは全く見なかったカードばかり見るっていう、まあ、デザートレッドぐらいですかね。ちょっと特殊なゲームプランを採用してた、はい、はい。さあ壊されるんですが、スタックで戦術、戦術と。さあ手札が芳醇な中見選手、もう手札4対肩や無限クラスの、はい、無限4対インフィニティってことですかね。そうですね。さあとはいえライフを減らしてると実は例のコッパミシンが視野に入ってるんですよね。記憶かもしれないんですが、もう村上選手としては本当に早く、打ち消し呪文とフィニッシャーを揃えて、はい、手札にはでも打ち消し呪文は思考の意思しかないように見えますね。ただ本体火力をそもそも村上選手はケアしていない可能性も十分にあるかなと思うんですけど、そうですね、村上選手もこういうプランを取った以上はもう早く決めきらなきゃいけないんで、はい、左の人村上選手ですかね。村上選手は、破滅の時が入ってることもあってかプレインズウォーカーは入ってないですかね。ゼロ枚ですかね。プレインズウォーカーはその対戦とライフを削る手段は本当スカラベと本当の機械巨人のみとなっています。チャンドラサイドボードはですね、チャンドラサイドボードにも入っていません。プリンズウォーカーミニサル合わせて0枚ですね。なかなか珍しいと言いますか、思い切った構成ですね。さあ思考の意思で探しに行きますと。さあただ村上選手ちょっとアルゲールを起動しなくなったので、はい、手札がある程度強いんじゃないかっていうのは、はい、さあ今ただちょっと下に送った2枚が強そうには見えましたね。ただスカラベ入りましたね。そうですね、スカラベ除去されたとしても、追放除去じゃなければ何度でも、しかもなんとマナが余ってるんで、あとプチコンボなんですけど、はい、アルゲールを、裏返しにしておくと、はい、クリーチャーを生贄に捧げることができるんですけど、これがあると対戦相手で追放除去を打ったとしてもスタックで生贄に捧げるとそれをかわすことができると。おそして登場のスカラベの神。このカードはもう、しかも今能力を何回起動できるんでしょうか。1。さあ栄光をもたらすものとかゴンティとか、まず機械巨人が、まず機械巨人が立ちはだかるこのカード凄まじいですね。さあここに否認、そして墓地には確かまだまだ機械巨人がいたような、ブラスカの侮辱された気がするんですけども、もう一枚はもういませんかね。もういないんでしょうかね。キャラ選手としてはちょっと苦しい展開ですね。これはあ、なるほど、自分をターゲットにすることでスカラベの神をサクリファイスしようと。トリックプレイですね。これは対戦相手、対戦相手、あ、できない、各対戦相手ですね。失礼しました、残念。だけど多分それを狙ってたと思うんですけど、テキストをちょっと勘違いしてたと。はい、先輩巨人もう1枚いましたね。いましたね。ここでカウンターを使って、これはただ木原選手これはビッグチャンスか。噂のカードを引ければ大逆転が、コッパみじんさえ引けば大逆転ですか。持ってますかね。引かなかったですかね。でも引いてたらまだもしかしてたら足りてた、足りてた可能性ありますね。ありますね。ほう、さあというわけでゲーム2が始まって、先行取ったのは村上、あーあき、あもう木原選手後手を選択しましたね。そうですね、コントロール対決において、コントロール対決において1枚はでかいと。はい、やっぱり土地を引くか引かないかは運命の差ですからね。さあ一本目選手した村上選手が 先手となってゲームが始まって、まあ、土地を並べ合うことは変わらないと。ただもう手札控えてますね。もうそうですね、木原選手かなり手札強いですね。脅迫、地図地図って見えたんで、ゲーム1の致命的な一押しが全部脅迫になったと考えたらものすごいものすごい進化です、ね、すごいです、はい、さあ進化数未開値、今回も再録ですが、今回の進化数未開値で、そう、抜群にかっこいいですね。これ僕今までで一番好きかもしれないです。進化する未開値オブザイヤーというところですかね。これあ、けどあの村上選手が使ってるあのプロモ版をマジックオンラインで使ってるんですけど、はい、あれ FNM ですかね。そうですね、かっこいいですよね。あれはかなりかっこいいです、ね、はい。僕進化する未開示リミテッドですごい嫌いなんですけど、はい、今回絵が綺麗だからついつい撮っちゃうプロツアーで気をつけていただきたいですね絵が綺麗だから。近年の僕のリミテッドデッキにしたマナベースが綺麗っていう。あ、なるほど。さあ作白
この作伯を当てる対象が宝物の高尾地図のみというのもちょっと木原選手にとっては厳しいですね。骨置きか巨人にも当てれるんであればどっちかが残るという展開になるんですが、そうですね。さあそして木原選手また土地が、うん、いや今回村上選手も取ってますね。 お互いにあただ、さあこうなると地図が残ると木原選手の方が画面有利になりそうなんですが、はい、ただ土地を引きに行くぞと、さあこれ手に入れましたね土地を。そしてバントゥの最後の3段が木原選手サイドインされていますね。除去の枚数を増やすことでもう相手の勝ち手を完全に殺すつもりなのか、はい、となるとライバルアウトになるとですかね。そうですね、目指すゲームプランとしては、やはり先ほどおっしゃっていた抜き切れないというところも気にしてるんでしょうか。多少あるかもしれないですね。もう少しいらないと判断したカードがあるのかもしれないです、はい、さあただ土地を引かないですね木原選手。脅迫ずっと持ってるけどプレイしないというのは何か、まあ、あの肝心なスペルの直前までは唱えないようにしてるんだと思いますが、はい、まだその時ではないと、うん、ちょっと今土地が止まってるのもあって、次のターンに勝負を仕掛けたりというのはできないので、はい、さあしかしここでさあ脅迫をされてしまうと。逆に手札は、作伯ブラスカの侮辱バントゥー最後の三眼脅迫失われた遺産栄光を持たすものと。濃いですね、濃いですね。土地が止まってるだけあって濃いですが、さあさあそしてここは上に乗っけました。はい、脅迫ではなく失われた遺産ということは手札が何か、やはり打ち消し呪文を抜かれることが、そうです、最終的に通った時を考えているのか、それとも単純に今打ち消し呪文が枯渇しているのか。はい、さあ、あ、土地を引き始めましたね。さあここでようやく、はい、先ほどおっしゃっていたその何かを通すためにプレイすると、ここはスルー、さあ否認もう何が通っても対処するぞと言わんばかりの。さあただここは何を落としていくか、うん、木原選手としては、うん、とりあえず否認を落としそうな気はしますけど、ね、はい、スカラベはやっぱり簡単に負けてしまうんで、はい、スカラベ否認みたいな流れは防ぎたいところですが、はい、さあ否認落としました。だ木原選手としてはここで手札確認できたらすごくいいですね。はい、さあまずは1枚目と、ここにはブラスカン侮辱、このカードに使わせたというのは木原選手としてはプラスという、そうですね、ブレインゾーカーよりも、はい、クリーチャーに使ってくれる方がいいですし、はい、そして村上選手はブラスカンの侮辱を使って検閲をサイクリングしましたね。宝物がありますからね、はい、ただ木原選手だけが今ドロー3が控えている状態なので、はい、現状木原さんが圧倒的に有利ですね。そして今引いたカードはチャンドラですね。さあ反逆のせいチャンドラ、このカードがとにかく強い、やはりサイドボードは無駄カードがないんでメインとは全然違いますね、はい、さあゴンティから行きましたね。打ち消せないというだけでこのゴンティにアドバンテージを取られてしまいますね。さあこの濃い4枚の中から選ぶのは全部呪文ですね、全部呪文ですね。選んだのはブラスカの侮辱でしょうか。そうですね、否認と悩んだようですが、はい、まあ、はい、スカラベが控えているというのを情報として見ているから選んだと。そうですね、それを加味してっていうのもあるかもしれないです。脅迫強いですね。さあ手札は枯渇してしまっている、こういう時欲しいのはゲーム1を決めたあのアルゲールの団結なんですが、さあ木原さんがぜん有利ですね。がぜん有利ですね。木原選手としては、もし村上選手がデュレス脅迫をトップデッキして、ブラスカの侮辱を落とされても追放してあるので対処できると。はい、なので今はもう安心してゲームが進められる、そのあたりを見越してのチョイスだったと。そうですね、はい、さあチャンドラを行くんでしょうか。なるほど、脅迫を引きに行ったんでしょうか、この先に起動というのは。あ、動かないんですね、チャンドラプレイしない。このブラスカの侮辱をあえて構えてるということでしょうか。まあ、ちょっとどっちかというと脅迫みたいなカードを待ってる感じはしますよね、はい、打ち消されたらもったいないと。そうですね、さあただ村上選手から脅迫を打たれると、さあチャンドラを落として、チャンドラを落として、とはいえ攻めているのは現状木原選手。落としても落としてもこの宝物が無限にカードを引きに行かせてくれますからね。さあ引いたカードは栄光をもたらすものですが、ここは攻めていくと。栄光を出すものは一番除去されてもいいだろうというところでしょうか。さあしかしチャンドラの敗北、栄光を出すのさっきから強いカードを
全て吸収している感じがしますね。そうです。ただ村上選手としては墓地に落としておくっていうのはちょっと意味がありますよね。追放してしまうとやっぱり釣れないんですから、はい、村上で。はい、その点を見越していると。特にゴンティを釣った時のアドバンテージはすごいですからね。そうですね。できればゴンティは成功な手段で倒したいと。さあ手札がない村上選手はここで一気に仕掛けます。これはもうそのまま釣ってもおかしくなそうですが、さあ、あ、ターンを使用しました、うん、さあ手札に打ち消し呪文があるわけではないということですが、まあ、先に木原選手にリアクション、アクションをさせてからその対応を見て、はい、さあ墓地を見ていることは何を釣れるんだということを確認しているわけですが、現状村上選手の墓地にはカードクリーチャーカードはないですね。木原選手もちょっと、土地がないので、はい、なかなか2アクションは取りづらいと。さあこの接種の攻撃を受けます。さあどんな展開なんでしょうか。ここは行かないです、うん、まあ、木原選手はこの、村上選手のターン終了時から仕掛ける感じになるんでしょうか。はい、アップキープに、栄光をもたらすものをまずは能力で釣り、そして戦術と。何度見てもこの能力多すぎないですかねという。多すぎますさあ戦術上に積み込んだカードそのまま引きました。さあそして攻撃宣言、はい、ラスカの侮辱。さあカウンターはあるのか、これにもしカウンターがあればというところなのですが、村上選手の手札は状況なのでないと。これけどさすがに木原選手は引いてる3枚の分だけ、はい、結構手札の枚数差は開いてますね。しかも除去除去と。もう栄光をもたらすものぐらいでしたら大将に困ることはなさそうに見えますが、はい、さあここで懸念されていた土地もきちんと引き込め、はい、あとは1枚しか村上選手がスカラベの神が入ってないというのもこの後大きい展開になりそうですね。そうですね、多分リストはお互い非公開だと思うんですが、今の交換キャラ選手にとってかなり大きい、はい、バントゥ最後の3段が本当に最後になりそうですね。この3段を企てるのが、ね、さあ引いたのは至高の意志、栄光をもたらすもの、攻撃食らっていきますね。木原選手は多分ですけど特例してほしいというのが若干あるかもしれない、はい、ということで2枚目のゴンティがあるので、はい、さあブラスカンプジョックはこれ対処してしまい、あまりライフを食らいすぎるのも良くないと。そうですね、ギリギリまで行くとちょっと機械巨人連打とかが一気に来た時に押し込まれてしまうので、はい、ある程度のライフを保つのは大事です。はい、今のこの 青系コントローラー本領客人がいきなり打点が上がっていくので一瞬でライフを削っていきますよね。さあまたサラチの場面でゴンティだけが殴り続けると。このゴンティが20点削ってしまおうかという勢いですが、ゴンティはやっぱりちょっと除去するのもなって思っちゃうんですよね、はい、もうすでにアドバンテージ取られてますし、できれば接種というのもちょっといやらしい能力ですよね。さあここは不許可を取りに行きましたかね村上選手は。はい、ゲーム1とは打って変わって木原選手が一方的に攻める展開となっています。リアクションスペルがちょっと多いのか村上選手は思ったように動けず、そこをゴンティが駆け抜けると、まあ、多分あの2枚目のゴンティとかがありそうっていう雰囲気も感じてるとは思うんですけど、はい、ただいつか除去しなければ、そうですね。そしてアルケールの団結を予約引いたんですが、ライフを結構食らっているというのが効いていますかね。現状だと、4枚最高で4枚、はい、4枚引くのもちょっとはばかられますよね。あ、ただ脅迫、これは強烈ですね。あ、バント最後さんは2枚ともサイドインしてますね。ただこれブラスカの侮辱を落としたことが、本当来であればここでスカラベの神を出したかったのが村上選手。さあアルゲオ団結がいよいよ、うん、そして2枚目のゴンティと。ここには本質の産卵、さあ2枚目ですがまだまだあります。ただ不許可も持っていますね。これは行くんでしょうか。ちょっとね、思考の意思にちょうど引っかかる2マナ浮きなので、はい、
ただ行きましたね。さあこれには虎の子のカウンターとなりますね。まあただ使ってもいいかなと思います。ゴンティはカウンター1枚分ぐらいの働きはほぼ、はい、ほぼしてくれるんで、まあ、しかも歩けの団結がある以上は打ち消しをこの後も引けると見込んで、あただ対応してドローということはスルーということですかね。不許可的に、あこれは通りましたね。このゴンティでめくれたカードさえ打ち消せばいいというところなのでしょうか。さあ迷っているのはアルゲールの団結ともう一枚何ですかね。何ですかね。否認のように見えましたが、絵違いの新絵ですかね。新絵ですよ。あの丸みを帯びてないやつですね。さあアルゲールの団結を奪い取りました木原選手。これもちょっと検閲があるので、検閲が近づいていますかね。どこですね、はい、ただおプレイしましたね。そしてこれが通りますと。さあこれはもうライフ差も含めて、はい、がぜん木原選手が有利になりました。このゴンティに対して打ち消しを使わなかったのがもう恨みになってしまった結果となりますね。使っても良さそうでしたけど、自分1枚もうサイド後ってほぼほぼ打ち消し1枚に相当するので、はい、あとはゴンティを除去しなきゃいけないことも相まって、はい、さあライフは6。もう起動1回しかできないですかねこれは。あさあそしてゴンティが強い強い。ゴンティ2人のゴンティが12連が削ってますね。そうですね。もうこうするとアルゲールの強さにも大きな、はい、下がれてしまうと。さあこれは脅迫を引きに行ってるんでしょうか。あそして無事、そして無事引きましたね。さあこれはゲームを決めに行くのではなく、不許可、あこれは間違えましたと。あ天才の片鱗ですね。間違えました、間違えましたとよくありますね。そうです。さあ下下で、さあ下下、今何が欲しいんでしょうか村上選手としては。まあ、まずはとりあえずゴンティは対処しないとライフがもう4しかないので、はい、もう団結も起動できなくなってしまいました。さあただゴンティが対処できないんでしょうかこれは。そして一方キャー選手はもう引きに行きます。もう手札強いですね、はい、除去除去機械巨人にもしっかり対処できる手札で、はい、さあもうおここでバースカの侮辱、こうライフを獲得できるというのも、そうですね、それはありがたいですね。大きいですね。カード1枚分に相当する2点。はい、ただ木原選手はもうハンドパンパンですからね。そうですね、もう村上選手の2倍近く、はい、一応不許可を持ってはいるんですが、不許可を上から凶悪を先ほど打たなかったのがここに来て非常に効いていますね。そうですね、やっぱりその致命、もう決定的なスペルを唱える前以外は唱えないというふうに決めてるんだと思いますけど、はい、やっぱ適当に打っていい呪文ではないので、はい、1マナーかやっぱ軽いからこそ打ちがちですが、あそしてこれは変身するかどうかを考えていますね。1マナ増えることが重要と。ただもう 1,2 回は引くことができるんで、このターンのアクションをしっかり考えながら、はい、まあ、マナ的に脅迫チャンドラって言った後にどうなるかっていうのを考えながら、はい、そこに思考の意思の追加のマナ払いも絡んでくると。 そのままドローを選びました。あそして自分の団結を引きましたね。そして脅迫、さあ手札不許可2枚持っていますが不許可しかないと、はい、そして栄光を持たすものを打ち消すしかないんでしょうかこれは。さあサイド5は全くゲームが違いますね。そうですね、はい、脅迫というカードが非常に強いですね。さあまずは牽制球、栄光、はい、この栄光を持たすものを通ってしまったらそもそも敗北ですからね。これが村上選手としても何とも言い難いですよね、はい、データを見た上で来てるからそうですね、何もないはずがないと。あチャンドラからいきますかね。なるほど、なるほど、これはもう通っても負け、打ち消すしかないですかねこれは。ああ木原選手けどこれうまいですね。村上選手がこれ仮にドローした場合一気に死んでしまう、はい、プランも選べると。あさあそしてブラスカと、これで4にすることで開始の栄光を持たすものがちょうどライフを削りきることができると。2までいきますか。
してブラスカのこの海賊のたった一体の海賊さは致命傷になりますからね。そうですね、この威迫もかなり強いですからね、はい、さあ村上選手ちょっとまずはブラスカの侮辱なり、本領の機械巨人でブラスカを対処しないと、はい、さあただアルゲオ団結が変身すると実はライフが、おしかもこのアルゲオ団結あの高いやつですね、あの団結何でもらえるかちょっと存じ上げないんですが、確かボックスを購入するともらえるパックに入ってるんですよ、ランダムで。綺麗なやつですね、アズカンとか全部ある。そうですね、さあ6枚いかがでしょうか。弾道がありそうに見えますが、あこれキープですね。ちょっと、M10 ランドがタップイン以外は何も文句がなさそうですね、はい、あ村上先生先手ですね。お竜の黒の山頂2枚とという手札ですが、さあ村上選手先手を選んで脅迫と、さあ手札は脅迫と土地明けですか。これは宝物地図がありますかね。あとゴンティですかね。 あゴンティありますね、失礼しました。さあこのコントロール対決、土地が多めのハンドルがやはりそうですね、安心できません、ね、土地が止まるとちょっと、最終的に大きな差がついてしまうので、うん、まずは土地を並べるところから、はい、脅迫で脅迫を落とされてしまいましたが、村上選手ブラスカも、はい、地図を残したのでちょっと背蓋が気になりますね。はい、柵箔をたくさん持ってた。あ、さあアップキープに起動と、メインボードでは触らなかったんですかね、柵箔で対処することはなかったと。そうですね、はい、先日1回ぐらいは多分あんまり問題がないだろうっていう、はい、アズカンタンの柵よりアルギの団結、うん、どうですか、結構その土地を破壊する廃墟の地でしたっけ、あれは意識されてるのかなという気はしますが、はい、あれ気にしないんだったらアズカンタでもいいかなという気はしますけどね、はい、アルゲオン団結は確かに全く今までメインボードで採用というのはかなり発想としては斬新な、そうですね、これ、ま、本当にまずメタゲームを読む力が素晴らしいですね、はい、赤タンがいないとある程度確信がないとちょっとできないと思うんで、うん、その上でコント対決が非常に大きいであると。そうですね、さあ中盤戦になりますがミドマナがないですね、キハー選手は。ただこのデッキミドマナほとんど使用しないということでゲームには影響がほとんどないと判断しているんでしょうか。さあ検閲をケアしながら栄光をもたらすもの、まずは1枚目と、そしてこの攻撃はプラスカンプジョック、もうおなじみですね、はい、栄光をもたらすものはさっきからその先陣を切って除去除去しに行ってますよね何か使ってくれって頼むとさあ思考の意思をドローしました。もう手札にはまだあるぞと、はい、戦場を切ります。そして検閲がありますね今回村上選手。あ2枚目は今度はフォースの上ですか。そしてそのまま思考の意思流れるように、さあ今のところ村上選手にとって理想的なゲームさばきで、はい、おー強い、この4枚すべて強いですね。不許可本流の機械巨人アルゲール、逆になぜ否認否認なぜ通常どうでこれをくれなかったんだと。さあそして機械巨人ではなく不許可を手札に加えましたね。これは何かあるのでしょうか、うん、2アクションですかね、はい、あ持ってましたねもともと。さあこれは2ドローと、これはもう青の強みで、あ今スカラベをドローしましたね。さあ本領機械巨人ですがもちろんこれには対する方があると。おただライフがやっぱり20であるならまだ食らってもいいと判断したんでしょうか。どっちかというと手札をちょっと、把握したいっていうのはあると思いますけど、はい、このフルタップの時に何か仕掛けてしまうと、はい、村上選手のリアクションが見れないんで、はい、間がある時に打つことで、村上選手の反応である程度手札を予測する、あそれかまあもうちょっと我慢するか、はい、さあアンタップということは我慢をしました。崎原選手ですが高校でゴンティ、さあこれは本質の産卵、そしてこの本領客に対処できないですかね、もしかしたら、はい、2回目攻撃を受けて10と、こうなってくると栄光をもたらすボールもちょっと間に合わない。さあそしてゴンティですが柵箔、ブラスカン侮辱と持っている村上選手、このカードについて考えます。おお、また通りましたね、スルーしましたね。この機械巨人で殴りきってしまおうというのが村上選手のゲームプランでしょうか。
さあ鎖角を持ってるんで、おそらくこれはエンド前にプレイしていくんでしょうか。はい、鎖白ですね。さあ先ほどは攻め手となったゴンティですが、今度は一転して木原さんを守るカードとなっています。そしてここに否認と、ゴンティというカードすごいですね。いや渋いです、渋い。はい、バスカム侮辱と、もう村上選手はこの押し切ってしまう、はい、次のターン打ち消しを構えながらスカラベと、はい、5ですね。もう手札完璧ですね。打ち消し、はい、打ち消しスカラベぐらいありそうに見えました。まあ、ターンを終了しました。もう今このターン打ち消し3回打てますから、おそらく3枚目の呪文には、検閲も引っかかると思うので、はい、さあそして手札に状況がないですね。いや、ブラスカの侮辱があるんですけど、ただこの青いデッキが全てのマナをフルオープンでエンドするということは対処できるぞと。さあリディアナ、ここは不許可と。はい、そして手札が重かった木原選手はこれ敗北となりまして、勝利されたのはグリクスコントを勝利された村上選手ということになりました。